が。こんにちは。湯坂さん、はい、もうすぐ2月1日キャンプインまでカウントダウン始まりましたけれども、うん、そんな中でちょっと中日心配なニュースも入ってきました、はい、あのドラ1の草加投手が自主トレ中に靭帯を損傷したというところで、まあ、投げる方の肘でしょう、はい、痛いな。これはちょっとそうですね、まあ、自主トレ中に上半身の違和感を訴えて、うん、右肘内側の副靭帯損傷と診断されたと。で、復帰までどういった過程で過ごすかは本人と球団が話し合って決めることになると。馬力があるね、ピッチャーで、うん、期待してただろうしな。で、おそらくキャンプも1軍スタートではないかと。いや、それはもちろんそうだよな、言われてたので、今後の話し合い、その温存でいくのか、それとももしかするとメスを入れるのかは話し合いによってというところで。メス入れるんだったらもう早い方がいいよね。そうですよね、もう一刻も早くして来年に備えるというということは、もし手術となれば今シーズンは見られなくなるっていうことは。そうですよね。でもまあバリバリのもうルーキーだから、はい、今後のことを考えるとね、うん、まあ、中途半端に直すよりは、はい、まあ、しっかり直しておいてほしいなと思う。そうですよね。残念なのは先発もいけるし中でもいけるしさ、どこでもなんかできそうな、はい、もう馬力のスタミナのあるピッチャーだっただけにね、はい、まあ、立浪監督 も本当に期待してたと思うよ。いや、だからもう本人もそうですし、コーチ陣もわーっていう、まあそうだね、なっちゃってると思うんですけれども、ただピッチャーのメンバー見ると、はい、そのピッチャーがいなくても十分戦えるピッチャー陣いるから、はい、今シーズンもそうですね。あ、そうそうそう、まあ大丈夫だけどもね。そうですね。で、振り分け発表されて、その草加投手は今一応2軍スタートというところの振り分けになっているんですが、はい、ちょっとその1軍2軍の振り分けの選手たちざっと見ていきたいんですけれども、はい、投手陣から、まあ投手陣は梅津、はいはい、梅津投手。あ、これはもう春先からいけるなっていうようなね、うん、はい、そういう形だから、まあ一軍スタートなんだろうし、今シーズンこそですよね。いや、このピッチャーはやっぱり勝てると思うしね、はい、だから非常にいいなっていうのと、はい、まあ、ネオが入ったね。ね、ネオ投手入ってきたのは嬉しいですね。まあまあそうだな、うん、はい、このままではダメだけども、うん、まあ、今中というね臨時コーチが来るし、はい、まあ、どういう教えをね、うん、してくれるかっていうのは楽しみだよね。そうですよね。で、いつものまあ面々、あのいわゆるエースと言われている投手たちは入ってますし、もちろん涌井投手、はい、そして大野雄大投手ももちろん入っています、はい、そうだね、はい、まあ、大野雄大がね最初から一軍キャンプに参加できるから、うん、はい、まあいいことだな。もし今シーズンはねやってほしいですね、フルで、うんうん、あとは中地ね。あ、そうですね。あ、まあ昨年ね、うん、ちょっと投げて勝ったけどもね、はい、今年は一軍スタートだっていうことでね。そうですね、こうローテーションにこう、ね、食い込んでいけるのかっていうところもありますし、はい、そうだね、新しく中日に今年から加入という意味では、まあ、ルーキーで96番加藤、はい、背番号ね、はい、まあ、このピッチャーも面白いピッチャーだっていうのは聞いてるし、うん、だからどういうものを見せてくれるかキャンプでね、はい、まあ、楽しみだよね。ここはルーキーながらも即戦力として非常に期待をしているから、はい、一軍スタートもちろんだ、いうことです、ね、背番号がでかいのにびっくりしたけど、コーチかなと思ったけど96で、ね、そうですよね、はい、あとはあのヤクルトから来た梅野投手、はいはいはい、はい、もう一軍スタートです、まあ、そうだね、はい、まあ実績的にはね、うん、まあ、結構キャリアも積んでるし、はい、しっかり投げるかどうかっていう判断に入ってくるよね。そうですね、うん、あと投手で気になる投手とかはまあでも面々見たらもう入ってるだろうなっていうところですか、ね、まあそうだな、まあ、そんなに驚くようなことはないけど、まあ、そうですね、ネオ投手、まあ、このピッチャー陣を見ると、うん、はい、やっぱりいい投手陣がいるなっていう感じがするよね。揃ってますね、はい、さすが中日という感じもしますけれども、はいはい、続いてじゃあキャッチャー、まあ、キャッチャーももう木下選手、宇佐美選手、加藤選手、石橋選手と、はい、この中で、まあ、1人落ちるかな。そうなってきますよね。まあまあそうだね、うん、大体3人体制でいくとは思うけども、はい、まあ、その中で1人は落ちちゃうかなっていうような感じだね、はい、競争だね。そうですね、はい、で内野手、まあ、新しく入ってきた新規メンバーもベテランでいますね。まあ10人連れていくんだよ。そうです、その中の半分が新しく入った、はい、まあ、代表的なところで言えば中田翔、はい、中島、中島、はい、ね、まあ、そういうところだけども、はい、あとは阪神から来た山本とか、はい、まあ、ルーキーの津田、辻元、はい、まあ、ここら辺が、うん、まあ、入ってるという、まあ、10人連れていく中の半分が新しい人間ということは、うん、党内連携だとか、うん、そういうことはやっぱしっかりやっていくんだろうなっていうのは想像つくけどね、うん、そうですね。逆に、はい、去年いたメンバーでいうと福永選手から村松選手、はい、あ
タリンしか、まあ、あとビシエドか、ビシエドも入って、うん、あとカリステですけども、はい、そこしか入ってこれなかったと。まあまあそうだね、いう逆を返すとそうなんですよ、うん、まあただそのキャンプには行くけども、うん、まあ、あとは競争になってくるけどもね、うん、まあ、中島って内野で連れて行ってるけども、うん、まあ、例えば代打専門とか、うん、まあ、そういうふうにはなってくるし、はい、まあ、そこら辺で誰かが入ってくるとか、うん、まあ、そういうことにはなってくると思うけどね。そうですよね、はい、だからこの中田翔選手、中島選手に関しては、あとビシエド、ここの3人はもうファーストっていうことで確定ですもんね、はい、まあそうだな、ですよね。セカンドってなると村松選手、はい、福永選手、はい、まあ、ショートとの兼ね合いが両方やるかもわからないしね、うんうん、ですよね、はい、でもカリステはショートですもんね。 もちろん、まあ、サードもできるけどね。あ、そっかそっか、はい、そうなってきますよね、うんうん、で外野手が上林、うん、あ、そうですね、新しく入ってきました。新しいところでもね、はい、岡林選手、細川選手は、まあ、もちろんのこと、鵜飼選手から三好選手、はい、ブライト健太選手、新しく取ったリカーソン、リカーソンが打ってくれるとな、はい、楽になるけどな、うん、このあたりは1軍からスタートと、うん、当たるといいな、リカーソンが。いや、そうですよ、当たったら大きいぞ、お前。去年のことがあるだけに、あ、期待は膨らむな、うん、まあ、今内野手と外野手行った中で、あの選手の名前出てきてないっていう風に多分思われた方もいると思うんですよ。例えば、例えば田中美希也選手、豊さん。まあでも昨年一軍ないからね。ないからこそ私一軍スタートかと思ってました、キャンプ。まあ怪我の具合をあんま焦らさないようにやらそうと思う配慮があるんじゃないのかな。まあ結果的には俺入ってくると思うよ。あ、最終的にはってことですか。あ、最終的には、まあキャンプの途中で入れ替えがあるかもわからないし、うん、はい、まあ、オープン戦から連れていく可能性もあるし、うん、だからまあそこら辺はわからないけど、うん、やっぱ田中はね、やっぱこう一つ中日の野球を変えてくれるような選手になってくる可能性があるから、うん、まだ見てないけどね、オープン戦しか。そうなんです、うん、やっぱ2軍スタートなので怪我のことも状態も、まあ、あるんだよな、怪我明けっていうのもあるのかな、まあ、怪我といえば石川昂弥。そうなんですよ、もうやっぱこう膝の状態とかね、うん、まあ、こういう発表を見るとちょっと心配にはなるよね。ですよね、はい、あと高橋周平選手も2軍スタートというところで、はい、これは、うん、だからだん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 やっぱこう成績上がらないと追いやられてるというかさ、そういうことだから、まあ、大島も2軍スタートなんだけど、うん、大島との立場は全然違うよね、はい、大島はやっぱりベテランだからゆっくりやらそうっていう配慮があるし、はい、周平に至ってはちょっと早上がってこいって、うん、もう一度っていうような、まあ、叱咤激励みたいな、まあ、そういうのをなんかすごく感じるんだけどもね。そうですよね、はい、あとはあのショートのリュック選手も2軍スタートと、まあ、そうだな、まあ、昨年見たけどあのバッティングではね、まあ、守備は本当に天才的な部分も見せてくれるけど、うん、やっぱこうバッティングっていう意味でね、はい、ちょっとやっぱこうまだまだっていうところを感じたんで、まあ、そこら辺はしっかりやってきてほしいなっていうふうには思うけどもね、まあ、バッティング強化という意味で2軍スタートにしたんだろうというところですよね、はいはい、そうだね。あとピッチャー陣なんですけれども、祖、は、父、い、江投手だったり福谷投手、うん、砂田投手、松原さん、はい、こういったあたりが、あと岩崎翔投手もそうなんですけれども、うん、2軍スタート。福谷とか、まあ、例えば祖父江、うん、まあ、祖父江も昨年あんまり良くなかったからね、あ、まあ、砂田もそうだし、はい、だからここら辺はゆっくりやるじゃなくて、うん、早上がってこいっていうような感じだと思うよ。ただ俺は気になってるのは岩崎翔、あの以前ねソフトバンクから来ました。いや、このピッチャーが怪我明けでしょ、うん、で投げれるようになったらまた厚みが出るよ。そうなんですよ。いや、ポテンシャルは高いよこのピッチャーは。あの来てすぐ1軍で1試合とかそのぐらいしか、ね、うん、投げなくてすぐ怪我で離脱しちゃったので、ね、うん、見たいですよね。いや、見たい見たい、うん、まあ、多分復活してくると思うけど、うん、いや、このピッチャーが復活してくれるとやっぱ大きいと思うよ。そうですよね、うん、だ場合によってはもちろん途中で入れ替わって上がってくるっていう可能性も、いや、もう十分あるよ、ね、ただやっぱこう焦らすことはないから、うん、まだね、はい、2軍でやらしておいて良ければやっぱ上げてくるよ、うん、そしたら相当な厚みになってくるしね。そうですよね、また強固なものになっていきますので、ね、いや、ポテンシャルの高いピッチャーだよこのピッチャーは。そうですよね、というわけで1軍2軍の振り分けが、ね、いち早く発表されましたけれども、うん、投手だったらこの選手に注目とか野手だったらこの選手に注目っていうキャンプでいますか。まあ、投手はさ、名前的にネオっていうのはね、うん、やっぱちょっと注目していきたいし、はい、梅津、
はい、梅津投手、うん、このピッチャーがどのぐらいの精度を持ってきてくれるのか、やっぱ投げっぷりがいいし、このピッチャーが本当に育つと勝てるピッチャーなんだよね、見てるとね。この2人かな、あとは中地がね、どのぐらい1年経って成長してるかっていうところも見たいし、うんうん、はい、言ったらキリはないんだけども、まあ、ルーキーの加藤とかね、ここはもう成長ですよね、まあ、キャンプでの見た、まあ、まあそうだね、うん、だからまあこの名前を挙げるとすれば4人ぐらいかな、うん、一方野手はどうですか。まあ、中田翔とか中島っていうのは確固たるものがあるし、まあ、これも2人はやってもらわなきゃ困るし、うん、やっぱ村松とか注目してみたいのは、はい、うんうん、それとやっぱり2軍で田中、あ、そうですね、やっぱ田中がどのぐらいこう体が戻ってるとかね、うん、まあ、そういうのがあるからそれは見てみたい。そうですね。で2軍でいけばピッチャーから言うと岩崎、うん、岩崎翔投手の、どのぐらいのスピードが戻ってるか、うん、まあ、常時150キロでいくからね、このピッチャーは、はい、どのぐらい戻ってきてくれるのか、はい、で上林がちょっとバッティングが変わってるけど、はい、ソフトバンクがいた時よりもね、はい、その変わったことが、まあ、実戦で生かされるのか、うん、まあ、それも注目だしね。そうですね、うん、まあ、大島はもうほっといても、まあ、まあもう大ベテランだからやってくれると思うし、あとはそのキャンプスタートの時に日下投手が2軍でいるかどうか、姿を現すかどうかが、まあ、ちょっと心配だな、うん、もしかしたらその安全性をとって投げさせずに検査を年密あの入念にしてどういう方向性でいくのかが分かるっていう、まあ、あと 1,2 年で引退じゃないかって言ったら、うん、もう中途半端でも直して、はい、痛みさえなかったら投げてみろみたいなことは言えるけど、うん、ルーキーでな、それからが長いから、はい、まあ、しっかり直してほしいなっていうふうに思うな。そうですね、はい、いやでもね、こういった面々を見てもね、中日の春のキャンプもすごく楽しみだ。いや楽しみ楽しみ、ね、ものになりそうですよ ね。ゆうたかさんは中日のキャンプは見に、もちろんもちろん行かないと殺されるよそうか、あの片岡さんね殺されると思う立浪さんもいるし、ね、殺される。だから今ね言った注目の選手をまた豊さんがリポート、はい、まあ取れるかどうかはもしかしたら中日さんだったらワンチャン、いやどうか分からないですよ分からない、分からないにしてもまたね、あの、ま、た報告は、ね、報告、はい、あの VTR はその場ですぐ取って出しはできるので、はい、またそこら辺よろしくお願いします、はい。